源の三光信は、平安時代末期の武将、では守る原公国の長男。通称は、では法官、とっさ法官、鳥羽院四天皇の一人、時三光信とも記される。白河、鳥羽両院に仕えて、北面武士や警備士を務めた。大二四年正月、前年に、武者将を殺害したとして、右奥に収監されていた老党が赦免された際、 この老頭の貴族を主張した、源のため吉と争いとなり、互いに兵を挙げて、これの奪取を図ったことから合戦に発展しかけた。また、白河院法御後の同年11月に、なんとで、物資調援襲撃事件が起こると真っ先に、幸福寺内を捜索した。同年、21年前に、出雲で、平正盛に討伐されたはずの源の吉地下を名乗る、者が京に現れ、 トバインの意向で全関白、藤原忠ザの屋敷にかくまわれたが、第15年、もう一人の吉下が大津から現れ、10月、この二人は、市場大宮にある行進の邸宅の前で合戦を演じた。結果、大津吉下が破れ偽物だと自白したが、起こった行進は11月に、騎馬武者20、徒歩武者4、50名を率いて、忠実の屋敷に夜襲し、 吉地とその老頭十数人を殺害した。この事件で、後進は罪を問われて、土砂国へ流刑となったが、事件の背後には、白河陰没後のコイン勢力と石棺化及び、上皇との争いがあった。工事2年、ハイルを解かれ、本意に服したが、2年後の旧安元年に53歳で、頓死した。孫貴文脈。ありがとうございます。